さあガソリンも入れたことやし、ミルクロード入り口ホテル知床、すごい知床か。毎年ここ3年ぐらい夏に行ってるロングツーリング、3年前と2年前が北海道、去年が北海道からの東北、今年は北海道行きます。知床は今回は行きません多分。まあ知床は前回極上の天気で行けたのもあるし、帰ってきたらまた動画上げます。そういえば初めて俺阿蘇来た時 この道通ったな。なんで西から来たんやったっけな。初めての九州ツーリングで、そうかそうか、福岡とか佐賀とか長崎行ってからぐるっと回ってきたんか。長崎からフェリーで熊本上陸したんやったな。そうそうそう、これこれ、ここ初めてここで来た時はテンション上がったな。最高やな、やっぱりいい感じやな。あーここね、ラピュタの道、ラピュタの道俺行ったことないんやな。復活せえへんかな。走ってるだけでもすんげえ楽しいな。いいね。21度、この5月ぐらいの阿蘇ってもしかしてベストシーズンの一つ。すんごい気持ちいいわ。黒川温泉は左やけど、ちょっとだけ大観望に寄り道していきます。まあそりゃいっぱいいるわな。わあ多いな。多い時はこっちにごっつい並んどんねんな横。でも俺はトイレに行きたいのよ。めちゃくちゃ多いやん。
たり前やけど、ざっくり見た感じ9割ぐらいが九州のナンバーやね。何はナンバー一台も見つけられへんかったな。黒川温泉覗きに行きます。では阿蘇さん、また会う日まで。ちょっとシールドを触ったり、カメラを触ったりっていう動きをすると、野営をしてると思われて手を挙げてくれはる人が結構いますが、ちょっと恥ずかしいです。この県道40号線用のも初めて走ったけど、まあまあ走りやすい道やな。こういう信号がなくて、なんか楽しいか走れる道、もっとうちの近くにあったらな。黒川温泉ってすごい評価いいらしいですよね。いつか泊まってみたいんやけどな。おい、 Google マップを合ってんのかこの道を。なんでさっき走ってた国道からこっち出たんや。いや楽しいけどさ、こういう道も。普通にさっきの国道を走っててちょいって入ったらよかったんちゃうんか。こんな明るい時間やからええけど、暗なってからこっち誘導されたら怖いな。お、リラックマの湯。結構人多いな。ただここは黒川温泉の何、外周道路みたいな感じかな。街並み見たいんやけどな。もうどこをどう行ってるか全然わからんなってきたぞ。出てもうたやん。あんまりそのうろちょろするような作りの温泉じゃないのか。しょうがないな、このバス停で写真撮っとこうか記念に。もうちょっと黒川温泉探検したかったんやけどな。ちょっと時間がないからさらっと見るぐらいにしときましたけど、っていうかここもなんかええ道やん。ああ、ここか、ここに出てくるんか。っていうかこっから黒川温泉あんな近かったんか。見てるはずやねんけどな。なんか見るたびに感動するな。帰ってきました。帰ってきたっちゅうのもおかしいな。直線もええよな、何回来てもええよな。ちょっといつもと違う感じで写真撮ってみようかな。この眺めはええよな。
回撮ってるもんね。別府の港からさっきの長者丸まで1時間ぐらいやもんな。そう考えたら近いわね。そっから30分40分走ったら大観望やもんな。いやーいいなー、いつも言うてるな俺。しかしほんまなんかどこ行っても霞んでるな。なんでなんやろ。どの季節がクリアなんやろ。冬？あれ冬乗らへんしな、あんまり。まあ行ったな去年あの道。いやーここいいなー。ここベンチがあったら俺1時間ぐらい座ってられんねんけどな。去年も今年も本格的なツーリングの開幕を告げるのはこの弾丸ツーリングだったけど、結構ええな。北海道行くまでにあと2回ぐらいはちょっとロングツーリング行っときたいな。あー着いた。いやいやいや、あっという間やったな。まあまあいるな。大阪行きで。はい。はい。うわ。はい、4時55分やから9時間8分と320分。